ち当たっちゃう。あ、つかバネ忘れてた。ここに止めよう、今度から。100円玉の中。え、もしかして1万円しかない。昨日の夜もここ止めなかったんだけど。あ、夜はちょっともったいねえか。置いてるね。左から行って U ターンくるんってもね。ね、いや、じゃあここで過ごそう。いろんなものを浄化する。柵って長野の柵？ 99 キロもあるの。あれをどうやって感じるか、近いって感じるか微妙だよね。正直、100キロ未満なら近いんじゃねって思っちゃうな。寒っ。そうだね。長袖で寒い。うん。いや、ちょっとおじいちゃんいたから。あ、取れる。あ、取れた。あれ、行けた？どこ行けばいいのこれ。こっちだっけ？こっち？待たせて忙せてもしょうがないから。大丈夫です。笑顔で。おじいちゃんもなんか嬉しそうだな。ちょっとしたとこのコミュニケーションだよ。大丈夫だ。走れそうだったら声かけん。あ、いいよ、おじいちゃん、ゆっくりでって言うから。そんな気。警察官立ち寄り所。ああ、証券会社か。なんだろう。
昔っぽい感じ。ん？そこだもん。いやいやないけど。作りが。結構昔。白い十字架が。白をするな。赤と黒が濃いんだけど。なんか見た目の色が。赤って怖いよね。黒も怖くね。黒の十字架がかっこいいと思うのさ、ゲームのキャラクターだけで。トイレ来て。え？自分に当たるか。うん、ちょっと頭ってきたけど、俺はもう羨ましい。こっちの方がうん、ああいうのでギリギリでいって焦げたし思い出しちゃった。もう点滅したら足昔からいかない人間だから。でおばあさん、おばあさんが走ってって、おじいちゃんが危ないよって言ってんのにさ、来てしゅり来てきて、ね、どこ行くべえとってことなんかいっぱいある。このね、ゼラ巡り超楽しそうなぐらいある。行こっか。あ、また土の駅近いのか、何となく行くの。うん。